シコルスキー X ウィング、シコルスキー S-72X ウィングは、1983年から1988年にかけて NASA と国防高等研究計画局の資金協力を得て、シコルスキーエアクラフト社が開発したヘリコプターと固定翼機を混合させたローターシステム検証、研究航空機である。 シングルローター式ヘリコプターの胴体に固定翼機と同様の規模の主翼、小翼が付いた形状をしており、高速水平飛行時には主翼の揚力を用い、胴体脇のターボファンエンジンで前進する。この複合ヘリコプター機能を有するために追加された、推進専用の TF-34 ターボファンエンジンは、純粋な回転翼のみの空力特性の 計測などが必要な場合には分離作業により取り外すことも可能だが当然ながら全身水力の低下により速度性能は低下してしまう。初言の推進専用補助エンジン TF34X2 機を装備しない場合の性能値を参照。乗員定数は基調、正操縦士、副操縦士、電子機器操作、観測員の3名だが 三人目の電子機器操作員は、ダグラスエアクラフトが開発した A-3 スカイウォーリアの例に倣い、二名の操縦士とは操縦区画内部の隔壁で遮られ、機体の後方を向いた飛行方向に対して反対向きの座席に位置する。通常の試験飛行の運用想定で約12年間の運用寿命を持つ。初号機は1976年に、 SH-3C キング、社内名称 S-61 の回転翼と動力系統を流用して完成。2号機は固定翼と補助推進エンジンを胴体左右に追加装備した複合ヘリコプターとして、翌1977年6月完成した。この固定翼は向かい角を飛行中に変更可能で、さらにはエルロニアフラップの機能を備え、 固定翼のみでの完全な自立飛行が可能だった。この固定翼に加えて、揚力を増すために、機体上部の主回転翼、メインローターを停止、固定することが可能だが、この回転翼の固定位置と形状を平面型で俯瞰した際に、横型がアルファベットの X の文字を連想させることが、後述の X ウィングの名称の由来となった。 離着陸時には X 字型翼の固定を解除し、4枚羽根の回転翼を有する従来型の回転翼機、ヘリコプターとして垂直離着陸が可能である。また、ヘリコプター形態、モードにおける操縦機能に関しては、主回転翼の跳ね角度、ローターブレードのピッチを制御する一般的な手法ではなく、 ローター駆動用の2機の T58GE-5、ターボシャフトエンジンから中期し、回転翼の羽の翼端から圧縮空気を噴出して仮想的な翼系を生成し、それを用いるというものであった。圧縮空気の流量と核翼への配分はコンピュータ制御され、核ブレード翼端から適切な比率で噴出される。飛行原理的には、 ホットサイクル式ローターの考え方をさらに推し進めたものと捉えることも出る。以下の3形態の各々の飛行形態の変換に関して最大2時間程度の地上整備作業により組み替え変形が可能である。ローターシステム検証研究航空機はアメリカ航空宇宙局 NASA とアメリカ陸軍の要求によりシコルキー社によって ヘリコプターの回転翼特性の飛行中の許容範囲の測定値のデータを取得するために2.5億ドルの予算を提供され開発された。機体は既存のシコルスキー S-61 の主回転翼、同じく S-61 のローラーギアボックス、加えて大幅な改造変更を施したシコルスキー S-67。 ブラックホークの機体を流用して開発された。ローターシステム検証、研究航空機は複合ヘリコプターとしての機体システム構成による300ノット時速560キロメートルまでの速度の実験的調査を許容するために、ゼネラルエレクトリック TF34、CF34 ターボファンエンジンと従来型ヘリコプターの標準だった操縦機能を持たない骨罰ではなく、 完全な操縦翼面を備えた固定翼を装備することが可能だった。この本格的な操縦翼面と当初より予定された機体設計によりこの機体は回転翼を取り外し固定翼航空機として飛行可能だった。また同時代の回転翼航空機として得意な特徴として乗員のみを座席から切り離す後の時代のカモフカマイ50の射出座席とも異なる スタンリー・ヤンキー適出シ,システムと呼ばれた、非常脱出相意識を備えていた。脱出手順は、主回転翼の羽を切断するために活性化、アクティベーションされた分離ボルトが発火し、分離が開始されるのと連動し、適切な時期、タイミング、に、航空機の操縦室の天井の脱出口っ張るも、また同様に火薬の爆発作用により吹き飛ばされ、2名。 内視3名の乗員はこのヤンキーシステムと呼ばれたロケット装置によりコックピットの座席から乗員のみを引き抜かれ。したがって乗員は背負い式の落下山を身につけることが前提になる。ローターシステム検証研究航空機は回転翼航空機の設計分析、風洞試験と飛行結果の間の測定値が存在しない感激を満たすために開発された得意な 回転翼と固定翼の互い関係と両者間の繊維飛行に関する純粋な研究航空機だった。アメリカ航空宇宙局 NASA とアメリカ陸軍の共同開発研究計画は1970年12月より開始され1979年2月11日までの必着期限付きでシコルスキー社からアメリカ航空宇宙局に到着。 領収する契約であった2機の試作機により、期限より約2年4ヶ月早く、1976年10月12日に初飛行した。このローターシステム検証、研究航空機で実行された一件の著名な飛行試験の項目は、機体の垂直面の空力抵抗を定義設定し、中立点を規定するための、主回転翼及びビ部回転翼の 搭載可能荷重の測定システムの使用だった。1981年に NASA とアメリカ陸軍は後に X 字翼、X ウィングと呼ばれた4枚バネの主回転翼をローターシステム検証、研究航空機アーズラに取り付けることをシコルスキー社に提案要求た。シコルスキー社は自社の提案でローターシステム研究航空機に UH-60A の主回転翼を適合させることを提案し、ヒューズヘリコプターズ社は、や -64A の主回転翼を適合させることを提案し、さらに、ボーイングバートル社は、や -61A が、モデル347の主回転翼を適合させることを提案したが結局、この計画は継続されることはなかった。X 字型翼、循環制御。 概念は1970年代中頃であった1976年10月にアメリカ国防高等研究計画局投資家のによっで発展し、ロッキード社は概念を実証試験するために大規模な回転翼を開発するというアメリカ国防高等研究計画局間との確定契約を獲得した。1983年後半にシコルスキー社は X 島だ。 回転翼システムのための概念実証、デモンストレーション試験機として、既存の試作機から1機、第2号機、アメリカ航空宇宙局登録番号、N-741 な、民間機登録番号、CN72000 を改造母体として選出し、S-72 ローターシステム検証、研究航空機を回収する契約を受けた。 回収された機体は1986年に生産されたが、1988年に計画が中止されるまでの間に一度も飛行することはなかった。計画に基づく継続的な飛行は1983年から1988年までのわずか5年間で終了し、設計運用寿命の12年間を全うすることなく終了した。 回転翼の空力データ入手という研究機としての機能とは別に将来的な実用機の開発への試金石としての青写真を模擬とした X ウィングだったが複合ヘリコプターゆえの必要性とはいえエンジンを4機も搭載する無駄に加え中機による回転抑制御システムとエンジン数の相乗作用もあり燃費は通常のヘリコプターより劣ったシコルスキー社と アメリカ陸軍は将来の実用機開発への費用増大を避けるリスクマネジメントによる危険分散意図をもって同海軍にも対しても本機の特性を生かした実用機を開発することで戦術、写真偵察機、空対地任務の観測機、早期警戒機、電子戦機、対戦水艦船向けの対戦召回機、捜索救難等の任務に対する X 字型回転、 固定翼機の適性があることを働きかけたが、海軍の関心は得られなかった。思ったよりも固定翼形態での速度が出ないという運用結果もあり、ティルトローターの方が片方のエンジン停止時の安全性や船員飛行に関する困難、ヘリコプター形態から固定翼機、あるいはその逆など垂直離着陸から水平飛行相互移行時に不安定になるがあるとはいえ、 速度や燃費、航続能力で X ウィングを上回り、構造の簡便さや整備性でも本機を上回るベルヘリコプターの XV-15 や実用 V-22 をスプレーが登場すると、X ウィングという複合ヘリコプターに対するアメリカ陸軍やアメリカ航空宇宙局の関心も薄れ、1987年に アメリカ合衆国政府は優先順位の高い研究に対して資金提供を行い、他は資金提供を中止することで予算を節約することを決定し、本計画に関して契約を終了することに決定した。このため、契約終了時点でも技術開発中であった本計画は技術的な問題ではなく資金の不足のために終了させられることになった。 1988年に計画は正式には中止、キャンセルされている。アメリカ陸軍が手を引いたその後も、アメリカ航空宇宙局、NASA は地上における風洞試験や、ごく稀に短時間の試験飛行を使用上の理由、つまり肝心の X 自翼自体の技術的な未熟、資金提供のためによる開発途上での開発停止であり、技術そのものの欠陥ではなかったが、 による飛行機検制から主として初号機を用いていったが、1997年の試験飛行を最後として同期が二度と飛行することはなく、用途廃止となり、シコルスキー社が本機のデータを取り入れた実用系を開発する余地はついに生じることはなかった。第2号機、アメリカ航空宇宙局登録番号、N-741 な、民間機登録番号、 CN72002 に装備された4枚羽の X 字型の主回転翼の指導及び駆動制御と停止機能のために高出力対応クラッチ及びブレーキの両方が装備され、このうちクラッチはアリソンエンジンにより開発された。この高出力を吸収可能なクラッチ概念は最終的には統合打撃戦闘機 A ジョイントストライクファイターである。 X-35 及び K35 のリフトファンを管理するために使用されたクラッチ設計の基礎となった。なお SF ロボットアニメにもシコルスキー S-72X ウィングをモチーフとした機体が登場する。日本のテレビアニメーションシリーズ長寿空気団サザンクロス1984年に登場する惑星グロリエの開拓惑星群。 サザンクロス軍配備の可変戦闘機、オーロランの複合ヘリコプター、ジャイロダイン、携帯は、同じく複合ヘリコプターである本機、シコルスキー S-72X ウィングをモチーフとした機体で、あ、一方で、正式名称、形式番号、VFH-10 オーロランは20、反転式ローターを持ち、熱角、タービンエンジンにより、 燃費の問題を事実上無視可能となり実現したホットサイクル式ローターを実用化しているが、その複合ヘリコプター形態は、シコルスキー S-72 の独特な回転翼の翼型設計に多大な影響を受けてデザインされたものである。国内で唯一無二の立体化、模型化商品であるビッグワンアムデラックス1983年。 昭和58年7月発売の第3弾では、この従来型の S-61、SH-3C キングから、回転翼と動力系統を流用した第2号機、アメリカ航空宇宙局登録番号 N-741 が、民間機登録番号 CN72002 の従来型の主回転翼、メインローターの改造前の状態の、 回転翼気候、剣、研究航空機使用、アーズラ使用を模型化している。乗員、2名、または3名、機長建成操縦士、副操縦士、電子機器操作員転換則員。座席数、3席、定員、3名、胴体全長、21.54メートル。回転翼直径、18.90メートル。主回転翼の上部までの全高。 4.42メートル。胴体前後3.25メートル。時長6572キログラム9535キログラム。空気重量9480不明キログラム。全備最大重量8346キログラム11884キログラム内の値が 最大離陸重量を超えるが、主回転翼による垂直離着陸は不可能だが滑走により離着陸が可能。最大離陸重量十一八百十五キログラム。三形態のいずれにおいてもこの値を超えないこと。内の値は固定翼機形態での測定値。推進専用補助エンジン t f 三十四 x 二機を装備しない場合の離陸重量。 8、300kg。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。